北口改札口ホーム、武州長瀬駅は、埼玉県入間郡諸山町和歌山一丁目にある、東武鉄道大御瀬線の駅である。駅番号は TJ44。相対式ホーム2面2線を有する地上駅で、京上駅舎を有する。南口、北口、ホームと改札外を連絡するエレベーター、多機能トイレが設置されている。駅から東駅までは、 複線区間である。駅開設時は、東諸駅側の踏切反対側に駅があったが、1960年に、武蔵野霊園が開園するのに合わせて1959年に、現在地に移動して、駅員配置駅となった。また、長らく短式ホーム一面一線の防線駅で、線路の南側にホームがあったが、1987年の当駅。 東諸駅間の複線化に合わせて、現在の2面2線のホーム構造となり、交換駅となった。このように、当駅は、武蔵野霊園の開設が発展につながった駅で、現在も一部が、駅前通りとなっている踏切付近から、武蔵野霊園に伸びる直線道路はその時にできたもので、京上駅舎になるまで南側に、出口があったのはこのためである。駅北側周辺で、 北口駅前広場や駅前通り新設を含めた土地区画整理事業が行われている。また、北口開設及び自由通路の設置を含めた、京上駅舎への建て替え工事が行われ、2013年10月に完成した。坂戸駅管区参加にある駅長配置駅で、おごせ戦前駅を管理する。2020年度の1日平均乗降人員は3074人で、ある。 近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通りである。南口、北口の駅前広場にはロータリーがあり、タクシーやバスの発着が可能である。周辺は、住宅地である。近隣には、情勢大学、明海大学、日本医療科学大学、埼玉医科大学が所在し、学生の居住も多い。旧駅舎。ありがとうございます。